これはケーキです。とっても美味しいのよ。アヒルさんたち、おままごとのケーキはいらないようです。いらないのね。じゃあケーキはモンキーやダイナソーにあげちゃう。テディもどうぞ。うん、美味しい。うほうほ、モンキーがね、こんなに美味しいケーキ初めてだって。ペッパー、ジョージ、もう帰りますよ。じゃあね、ゾイ。じゃあね。みんないいかな？はい、ダディピッグ。それじゃあゾーイ、私たちも帰ろうか。はい、パパ。カップに、お皿に、モンキーに、テディ。あれ？テディったらなんでいるの？ペッパはまたテディを置いてきてしまったようです。ペッパたちはお家に着きました。はぁ、たくさん運転して疲れたよ。少し休もうかな。横になってテレビでも見て。テディを置いてきちゃった。ペッパったら、またダディが運転して取りに戻らないといけないじゃないの。じゃあ行ってくるよ。郵便局のゼブラさんだ。どうもゼブラさん、今日はお休みでは？そうなんですけどね、ゾーイがペッパピッグさんに特別なお届け物があるというもんでね。はい、これペッパに。なんだろう。テディだ。ペッパがテディを置いていったから私たちが連れて帰ったの。ありがとうゾーイ。今日はテディは大冒険をしたみたいね。でもペッパ、もっとちゃんと面倒を見てあげないとダメよ。はい、マミ。テディ、なんていけない子なの。一人お出かけしちゃダメでしょ。もうしないって約束よ。ごめんなさい、ペッパ。もうしません。わーい。そうだね。また、泥んこの水たまりだ。ペッパたちは泥んこの水たまりが大好き。飛び込んでもいい？お願い。ダメよ、泥だらけになっちゃうでしょ。二人とも下がってて。気をつけてね、ダディピック。大丈夫、任せといて。落ちないでね。もうちょっとだよ、ダディ。ダディピック、重すぎるから枝が折れちゃう。平気だよ、ダディはそんなに重くないんだよ。ほら、やった。ダディピックがタコをつかみました。おやおや、みんな泥だらけ。ただの泥んこだよ。ダディピックに怪我はないようです。無事にタコも取り戻しました。やったマミー、もう泥んこの水たまりに飛び込んでいい？そうね、いいわよ。もう泥だらけだものね。お洗濯はダディがやってくれるでしょうし。ペッパとジョージは泥んこの水たまりが大好き。マミーとダディも泥んこの水たまりが大好き。みんな水たまりで飛び跳ねるのが大好きです。泥んこの水たまりで遊ぶのはたこ揚げと同じくらい楽しいものです。ダイナソー。なあ、そうだな、これはダイナソーの本だ。ジョージの飛び出すダイナソーの本です。お、これはティラノサウルスって言うんだよ。ティラノサウルス。いいぞジョージ。お、こっちはブロントサウルスだ。ブロントサウルス。そうだよ。そしてこれはトリケラトプスだ。トリケラトプス。よく言えたねジョージ。ジョージはダイナソーが大好きです。ダディ、ジョージ、お片付けしてないじゃない。競争に負けちゃうよ。ああ、そうだった、競争だ。さあジョージ、これを本棚にしまって。ダディ、
そっちはお片付け進んでないね。マミーと私の勝ちみたい。いや、勝つのはこっちだよ。こっちの勝ち。違う、私たち。みんなの勝ちよ。見て、すっかり綺麗になってる。やったお部屋はすっきり。みんなよくやったな。マミー、お部屋のお片付けが終わったから、お人形とダイナソーでまた遊んでもいい？いいわよ。さっきの続きをして遊んだら？やったー！お人形はどこだろう？ミスターダイナソーは？見つけた！ゴー！ダイナソー！あー！ダイナソーよ！助けて！助けて！おやおや、また散らかってしまいました。あれ？あれ？まっ！一瞬だけでも片付いたもんな。ジョージ、ダイナソーはどこにいるの？ジョージにはそれがわからないのです。どこにいそうか考えるのが探偵さんの役目だよ。わかった。私どこにいるかわかった。ジョージいつもダイナソーと一緒に風呂に入るでしょ。だからきっとダイナソーはこの中よ。お風呂にダイナソーはいません。あれ、わかった、ダイナソーはきっとあそこにいるよ。ジョージはいつもダイナソーと同じベッドで一緒に眠るでしょ。だからきっとこの中にいるわよ。ダイナソーはジョージのベッドにもいません。あれ、それじゃあみんなでお庭を探してみましょう。そうだよ、お庭だ。私もそう言おうと思ってたの。もうダイナソーどこ行っちゃったの？ダイナソーはなかなか見つかりません。はあ、ダイナソーどこにもいないみたい。ジョージ、ダイナソーを放り投げて遊ぶのが好きだろ？じゃあ今日はいつもよりちょっと高く投げちゃったんじゃないのかな？あそこにいた、ダイナソー。私が先に見つけたのよ。よくやったね、ペッパー。ペッパーはとてもいい探偵さんだ。ダイナソー、ゴー。ジョージはダイナソーが戻ってきてとってもご機嫌です。えい。木のそばでダイナソーと遊ぶのはもうやめた方が良さそうだね。ダイナソー。そう、ドロンコの水たまりに飛び込んだんだな。そうやったり、ドロンコの水たまりに飛び込んだの。そうか、二人とも泥だらけだ。あ、大丈夫だよ、ただの泥んこだ。マミーに見つかる前にきれいにしておこうね。ねえダディ、ちゃんときれいにしたらダディとマミーも一緒に遊んでくれる？ああ、一緒にお庭で遊ぼう。ペッパとジョージは長靴を履いています。マミーとダディも長靴を履いています。ペッパはドロンコの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。みんなドロンコの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。あら、ダディったら泥だらけになっちゃった。多分ドロンコだよ。それでね、ドクターペアがくれたお薬すっごく苦かったんだ。すぐお見舞いに行くね。ねえ、看護師さんの格好で行くね。スージーがペッパのお見舞いに来ました。スージーは看護師さんのお洋服を着ています。犬のダニーとウサギのレベッカも一緒です。こんにちは、ペッパ。いらっしゃい。
私あまり良くないの、スリー。寝てないといけないんだ。どうしたら気分が良くなる？じゃあ、オレンジジュースを持ってきてくれる？わかった。ペッパは楽しんでいるみたいですね。ありがとう、スージー。どう？気分良くなった？ちょっとだけ。ダニー、ママにアイスクリーム食べたいって言ってきてくれる？レベッカ、お庭から綺麗なお花を摘んできてくれる？ドクターベアがペッパの様子を見に来ました。ああ、よかった。看護師さんが先に来ていたのか。患者さんはどうかな？あの、私看護師さんじゃないの。これはごっこなの。そうか。では私が患者さんを見てもいいかな？はい、お願いします。ああ、よかった。すっかりポツポツが消えている。もう治ったよ。でもまだ病気みたい。気分はどう？もう少しベッドで寝てた方がいいみたい。なんだか庭に出てボール遊びをしたくなったな。一緒にやりたい子は？はいはいはい、私も。はは、これは驚いたな。すっかり元気になったみたいだ。グランパが世話しておくよ。次に遊びに来る時までにはきっと立派に育ってるはずだ。そしたらイチゴを食べられるのね。ああ、行くわよペッパ。じゃあね、グランパ。じゃあね、イチゴさん。グランパはペッパのイチゴの世話をしました。何日も続けていると小さな芽が出てきました。日に日にイチゴの苗は大きくなって、ある日グランパは素敵なものを見つけました。イチゴだ。グランパ来てよ。ペッパとジョージが遊びに来ました。ねえねえグランパ、私のイチゴ育った？ああ、見てごらん。わあ、イチゴだ。ありがとうグランパ。グランパ、他の種も植えていい？いいとも。それじゃあ今度はジョージに選んでもらおう。そうだね、何がいい？ジョージ、それじゃあ人参は？グランパ、ジョージは人参の種がいいみたい。ジョージ、人参を育ててみたいかな？やだ。じゃあ何を育てたいんだい？ジョージには育てたいものがありました。ダイナソー。ジョージはダイナソーの木を育てたかったのです。無理だよジョージ、ダイナソーは木にならないんだよ。ダイナソー。ダディ、他にはどんな楽器が入ってるの？あとはホルンだ。やってみたい。力いっぱい吹いてごらん。綺麗な音が出ません。こんなの絶対無理だよ。昔はマミーも吹けたんだけど。やっぱり綺麗な音が出ません。ホルンはダディみたいに強くないと吹けないんだよ。ちっとも綺麗な音が出ません。ペッパの言う通りだ。このホルンを吹くのは無理だ。いいのよダディピッグ、アコーディオンを弾いて。アコーディオンは上手だもの。自分で言うのもなんだけど、アコーディオンなら自信あるよ。マミーはバイオリンを弾くわね。じゃあ私は太鼓。マミーピッグはバイオリン、ダディピッグはアコーディオン、そしてペッパは太鼓。ジョージは何を弾くのでしょうか。ジョージがホルンを吹いています。ホルン
部お豆も拭けなかったし、ザリーも拭けなかったし、私も全然拭けなかったのに。ジョージはホルンが上手ね。もうパンはないわ。ペッパが言ったでしょ。マミ、でもストロベリーケーキがあるよ。それじゃあ、もしケーキが余ったらアヒルさんにあげましょう。みんなマミーピックのストロベリーケーキが大好きです。あ、ハチよ。ハチって大嫌い。シッシッ。大げさだな、マミーピックは。ちっちゃいハチじゃないか。ハチって。じっとして、マミーピック。そうすれば飛んでいく。ほら、言った通りだろ。じっとしてればいいんだよ。なんだ、あっち行け。来るな。ああ、助けて。ああ、来るなって。ついてくるなよ。トリ、ハチに刺さらないといいけど。あっち行けって、しつこいハチめ。大丈夫、あれだけ早く走ればハチは追いつけないわよ。ハチが戻ってくる前にケーキ食べちゃおうよ。どうしよう、アヒルさんの分がなくなっちゃった。もうついてこないだろ。あら、まあ、あなたさっき後で走るって言ってたけど、本当に走るとは思わなかったわ。よかったよ、これでようやくストロベリーケーキを食べられる。待って、ダディ、残りをアヒルさんにあげる約束なの。ああ、よかったね、アヒルさん。ダディにありがとうって言ってね。どういたしまして。そろそろ帰るわよ。アヒルさんにバイバイは。バイバイ、アヒルさん。じゃあまた来るね。すぐ行くね。ペッパとジョージはチョコレートケーキが大好き。でも今日は早くオウムのポリーと遊びたいようです。ごちそうさま。まあ二人ともにぎやかね。グランマ、向こうへ行ってもいい？オウムのポリーと遊びたいの。もうチョコレートケーキはごちそうさまでいいのね。じゃあいいわよ。やったジョージ、ポリーに何か言ってみて。ジョージは恥ずかしがっているようです。ハロー。ハロペッパとジョージはオウムのポリーと遊ぶのが楽しくて仕方ありません。私ペッパピッグ。私ペッパピッグ。ジョージ、なんか言ってみてよ。今度はペッパとジョージがオウムの真似をしています。わたしやポーリー。ペッパはオウムのポリーに何て言おうか考えています。私はうるさいオウムです。私はうるさいオウムです。ペッパはスケートがうまいな。でしょ、教え方がうまいからよ。
もっとゆっくりよペッパー、他の人にぶつかっちゃう。大丈夫よマミ、私スケートがうまいんだから。あ、どうやって止まるの？大変、止まり方を教えるの忘れてたわ。おう、うわー、止まれないよ、危ない。うわマミに滑り方を教わって、ダディに転び方を教わったもんな。そうよ、私転ぶのとってもうまいの。ねえジョージ、ジョージもスケートやってみる？やだ。やろうよジョージ、楽しいよ、教えてあげる。えへん、いい？はじめはね、わーい。ジョージ戻って、滑り方を教えてあげてるんだから。これはびっくり、ジョージが上手に滑っています。うわー、うまいねジョージ。よくできたねジョージ。それじゃあ、あとは止まり方を覚えないとね。上手だったわよ。素晴らしかったぞジョージ。そうね、とってもうまかったよジョージ、初めてにしてはね。それじゃあ滑りましょう。わーい。ペッパとジョージはアイススケートが大好き、みんなも大好きです。マミーとダディにスケートを教わったけど、ジョージに教えたのは私。雪を丸めてボールにします。ペッパとジョージは雪遊びを楽しんでいます。待って、逃がさないわよ、こぶたちゃん。おやおや、ちょっとやりすぎてしまったようです。ごめんねジョージ。ジョージ、雪だるまを作ろうよ。ペッパとジョージは雪だるまを作っています。まずは体から。ジョージ、これが雪だるまの体ね。次に頭を作ります。あとは腕と目とお口ね。ジョージは小枝を拾ってきて腕をつけました。ペッパは石を拾ってきて目と口をつけます。お顔ができたよ。あとは鼻もつけないとね。ペッパが持ってきたのは人参。雪だるまの鼻になりました。雪だるまも嬉しそうです。マミー、誰も中身を当てられなかったよ。あれジョージ、それ何？ジョージにも作ってあげたの。秘密のものを入れたのよ。中身はジョージしか知らないの。そう。ペッパはジョージの箱の中身が知りたくなりました。わかった。どうせ思ったのダイナソーでしょ？違う。箱の中身はダイナソーではありません。こんなの難しすぎる。わかるわけないよ。ペッパは秘密が好きではなくなったようです。ペッパ、あなたが箱の中を見せてあげれば、ジョージも見せてくれるんじゃない？わかった。一緒に見せ合うんならいいよ。それはいい考えだね。じゃあ、1、2の3で箱の蓋を開けるんだよ。いい？いいよ。1、2、3! ジョージは太鼓、ペッパはトランペットでした。まあ、素敵ね。いいね、なかなかうまいぞ。他にはもう秘密はない？ジョージの箱にはドーナツが。
あれ？ペッパの箱は空っぽです。もう何にもない。大丈夫、あるわよ。さあどうぞ。ジョージもペッパもマミーもダディもドーナツが大好き。ダディには箱がないけど、このドーナツをしまうのにぴったりの場所があるんだ。どこだかわかる？ドーナツをしまうんでしょ？冷蔵庫？外れ！もっといいところだよ。お腹の中だ。おいしいよ。私もドーナツお腹にしまおっと。マミーも。手伝ってあげようか。うん、お願い、ダディ。よし、位置について、よーい、ドーン。手を離さないでね。大丈夫、離さないよ。いいわよ、ペッパ、その調子。押さえててね。そのまま来いで。ペッパは補助輪なしで自転車に乗れています。ダディったら手を離したのね。さっきからずっと一人で乗ってたんだぞ。本当に？とっても上手に乗れてたわよ。そうなの？うわ、ちゃんと乗れてる。ねえ見て、すごい、補助輪なしで自転車に乗れてる。ダニー、スージー、レベッカ、見て、補助輪なしでも乗れるようになったよ。ほらね、やったね。あのカボチャまで競争よ。わーい、ペッパ、カボチャにぶつかるなよ。私の勝ちだね。ペッパは前を見ていません。おやおや、ペッパはダディピックのカボチャを割ってしまいました。カボチャを割っちゃってごめんなさい、ダディ。カボチャのことより、ペッパが怪我しなくてよかったよ。今度からはちゃんと前を見て乗るんだぞ。はい、ダディ、約束します。よし、さてと、見事に割れたことだし、これでパンプキンパイを作ろう。パンプキンパイ大好き。ダディピッグのかぼちゃはこんなに大きいからたくさん作れるわ。みんなで食べましょう。やったじゃあソリを見に大きな丘へ登ってみようか。うん、行きたい。ねえ。ペッパの友達がソリ遊びをしています。わーい、ファンファン、ヤッホー。わー、おっと、ジョージが滑り落ちていきます。それ面白いよ、ジョージ。ジョージはそうは思っていないようです。雪の坂道は滑りやすいんだ。ダディが抱っこしてあげよう。ダディ、私も抱っこしてくれる？はは、いいよ、ペッパ。自分が滑らないように気をつけてね、ダディ。大丈夫だよ、マミーピッグ。だってダディはバランスを取るのがうまいからね。みんなで競争しよう。オッケー。位置について。よーい、ドン。さあ、着いたぞ。大きな丘のてっぺんだ。気をつけてね。滑ったら大変よ。大丈夫。滑ったりは。ダディって大きな振りみたいだね。イエーイ。一等賞はペッパとジョージです。おめでとう、ペッパ。うちのダディが最高のソリになってくれたの。笑い事じゃないよ。あら、ちょっと面白かったわよ。確かにかなり面白いかな。